皆さんこんにちは。こんにちは。ようこそ高橋ファミリークリニックへ。先生今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はですね、前回お話しいただきました医療費防国論についてシリーズでお伝えしています、はい、その第2回目となります、はい、先生簡単に前回をまとめていただけますか。はい、ですね、日本はですね、戦後焼け野原になったところから経済が復調し復興し、日本皆保険制度が始まりました、はい、誰でもどこでもいつでも医療が受けられる保険です。この素晴らしい皆保険によって日本は安く誰でも医療を受けれてより経済発展していきました、うん、そして1973年から老人医療費が無料となりました。で、医療費も10年で2倍となってしまいました。しかし高度経済成長が衰退し、税収も減少した後、医療費が増大したことで引き締めの時代になりました、はい、そこで今回の医療費防国論が出てきたわけですよね。そうです、はい、でこれ復習ですが、はい、医療費防国論とは1983年日本で当時の厚生保険局長が発表した医療費増大は国を滅ぼすという文章で、はい、医療皆保険制度を今改革しなくては必ず崩壊するとも言っておりました、うん、そこから医療費の負担が増加していきます、うん、医療環境にも変化はあったわけですか、はい、これとてもいい質問でですね、はい、医療制度も大きく変わりました、うん、まずは医療費抑制のために医療費を下げました、はい、特に有名なのは、まあ、最近の話もなりますが2001年、小泉内閣誕生後聖域なく構造改革として医療分野もその一つとなり、毎年1000億円、 0.1 兆円下げることになりました、はい、ただでさえ高齢化社会になる医療費が増大自然増している時に無理やり 0.1 兆円毎年下げていくわけですから、これすごい無理ですよね、うん、0.1 兆円って私たちあまりピンとこないぐらいすごい額なんですけれども、はい、これを一体どうやって下げていったわけですか、はい、これはですね、今まで老人無料の時代に社会的入院をしていた老人の医療費を減らすために長期入院をできないようにしました、うん、どうしたかというとですね、とても簡単で、3ヶ月以上入院すると医療機関の収入が下がるように医療点数を変えたんですね、うん、医療点数って何ですか。そもそもすみません、はい、そもそも我々は医療機関、まあ、医療従事者は 1.10 円という計算する方法があります、はい、うん、そういう点数があります。これを診療報酬と言いますが、例えば初診でですと300点、はい、まあ、3000円というふうに点数化されています。その点数のお金をだんだん下げて、まあ、その点数も下げられてましたし、その点数の内容も下げられていったわけですね。分かりました。じゃあこの点数を下げることによって国にかかる医療金額を下げていったということですね。そうですね。でその上ですね、はい、長期入院患者に対して今までは国の税金を使っていたわけですが、はい、なるべく在宅として家族での看取りとしたわけですね。家族は無料ですから、はい、家族の負担をどんどん増やしていきましたね、うん、あ、じゃあよく在宅という言葉を聞きますけれども、この頃から言われるようになったのかもしれないですね。そうですね。この在宅医療に対してはですね、国はすごい高い点数をつけました、うん、はい、しかしある期間経つとその点数を下げます。で今年の4月の診療報酬改定では、特に在宅看護介護事業者は大打撃を受けています。実は大変なことになっています。私の後輩の医師も在宅医療をやってましたが、まあ、それは高点数なので実は飛びついて 在宅にシフトしたんですけども、うん、大体収入が半分ぐらいになって、はい、もうやばいって言ってますね。実際どのぐらいになっちゃったんですか。ぶっちゃけですね、これ通常の外来診療では内科としてはですね、我々内科としては平均的に1ヶ月1人当たり、はい、患者さん1人当たり、うん、大体7000円程度の収入だったんです、うん、で在宅医療ではいきなり1人それが5万円になるんですね、これはもちろん、ただこれは、うん、もちろんですよ、24時間対応しなきゃいけないとか、うん、月に2回は必ず行けとか、そういう制限はもちろんあるんですが、うん、でも7000円の収入が医療機関が5万円になるってことがすごいことですよね、うん、それが今回の改定でいきなり3万円以下になったんですね、うん、だから国の医療対策ってのは結構こういうふうに、まあ、最初は高いと見せかけてやらせて、後ではしごを外すっていうことが実はたくさんありますね。じゃあ今後もっと下げられる可能性もあるわけですよね。そうですね。今後の厚生労働省の考えでは、はい、
在宅でもさほど医療費が減っていませんので、遠隔診療、スカイプにての等にての診療を規制緩和しています、で診療報酬もその時には下げています、安定している患者や外来に来れない患者さんにはとてもいいとは思いますが、で実は当院でも遠隔診療に関しては、まあ9月からおそらく愛知県と初めてですがやりたいとは思ってます。愛知県初ですか先生、初とか唯一ってお好きですよね。そうですね、どんどんやっていきたいと思ってます、はい、じゃあこのお話はまた会を設けて聞かせていただこうと思います、今回もですね医療費防国論お伝えしましたけれども、次回もシリーズでお伝えしたいと思います。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本の国民健康保険制度は戦時中は相当の普及を認めたらしいんですが、実際は戦後ですね、財政事情の悪化に伴って多くの市町村で廃止されていましたと。で実際1955年の頃に国民の約3分の1になって、に対してどう考えてらっしゃるんですか。僕はですね、マスコミは基本的にスポンサーがいるので本当のことは言いません。それどころか医師は高い給料をもらっているからと攻撃してきました、障害賃金では、一生の、お金ではですね、保険会社の方の方がよっぽど高く